はい、どうも、ユッキーでーす。今日はですね、アマゾンにて、とある、商品が届きました。それは、タイトルにある通り、そう、加湿器なんですよ。で、今、春なんで、まあ、だんだんね、乾燥が、今まで冬だったから、だんだんとこう、ね、まあ、マシにはなってくるじゃないですか。じゃ、なんでこの加湿器を買ったかって話なんですよ。実は買ったんではございません。はい。買ったのではございません。じゃ、なぜ、届いたかということです。そう。故障したんですよ。一応その、加湿器、ご覧に入れましょう。ね。ご覧に入れましょう。はい。まあ一応保証がついてたんで、1年のね、保証がついてたんですよ。うん。で、それを、まあ、ほぼほぼちょうど1年ぐらいだったんですよ。ギリギリ1年未満だった。ですね。だから良かったんですけど、まあ、ぶっ壊れたんで、アマゾンで、連絡して、まあ1年保証あるから、はい、こちらです。うんこ型、うんこ型じゃない、スライム型ですね。ドラクエのスライム型の、ね。一応これまあ、加湿器ということなんですけど、一応加湿器プラス、アロマディフューサーとかっていう、ここにこう、あれを入れるんですよ。液体を。うん。香りのね、液体を入れるんですよ。で、その香りの液体っていうのは Amazon にも当然売ってるんですけど、まあ、ダイソーにも普通に売ってるんですよ。うん。値段が安く。値段が非常に安く売っております。こちら。アマゾンでこれ100円です。アロマオイルっていう。これも、これ以外にもいろいろあって、これペパーミントの香りです。うん。で、これをもうこの中に入れてもいいんですけど、まあ本来は、アロマポットって言って、そうっすね。まあ俺もあるんですけど、アロマポット。こういったやつです。これもダイソーで買ったんですけど、ここに、そのアロマポットの、この液体をこう、ペッペッペッって入れて、で、ここに、まあ、ろうそくみたいなのがあって、それで加熱して、こう、香りを出すみたいな。これもダイソーで、100円で売ってますんで。うん。まあ、良ければ、購入してください。ということで、何がぶっ壊れたかっつうと、ここスイッチ。これが、左の方がこれライトって書いてあって、色がいろいろ変化するんですよ。色がいろいろね。で、こっち右側がこれミストって言って、いわゆる電源みたいなもんですね。うん、で、ライトは光るんだけど、ライトのボタンこう押しても反応はするんですよ。ただ、なぜか、電源が入らないっていう。電源ボタンが、押しても、効かなくなってですね、無反応になって、ただの光る、物体になりましたね。まあ、ギリギリ1年だったから良かったものの、本当にあれっすよ。ちなみに容量が 400cc 入ります。ちょっと入れてみましょう。付属のね、こういった、水入れ容器みたいなのがあるんですけど、これがなぜか、200cc 用なんですよね、これね。これ 400cc でいっぱい、400cc まで入るっていうやつなんですけど、
なぜか、200cc ぐらいしか入らないという、意味のわからない、感じですね。違う、これ 120cc ぐらいしか入らない。満タンで 150cc ぐらいしか入らない。アホか。アホかな。制作者アホかな。で、こちら、ペパーミント。まあ、俺、あれが好きなんで。チョコミントアイス大好きなんで。ミント。他にもあれありますよ。なんだっけ。こういうやつも他にも、それ以外にも、これです。ゴキブリ対策としてはハッカ油です。これハッカ油ね。こういったのも、ゴキブリがハッカとかが嫌がるっていうか、ミントとかが、それとかオレンジの香りとかが、嫌がるらしいんですよ。これがダイソーで購入した、アロマオイル。こちらは 10cc で108円です。うん。で、内容が、界面活性剤とエタノールと香料と水。ということです。よいしょっと。それでは実際使ってみましょう。後ろにね、電源があるんです。あ、違う。刺すとこがある。電源を入れまーす。で、入れます。だいたいね、何滴だ ?3 滴ぐらい。これ結構するんですよ。1滴とかでも、ハッカ油1滴とかでも、めちゃくちゃ香ったりするんですよ。いきます。ライトで、こんな感じ光る。この側面もこう光ってるんですよ。こういった感じ。ね。まあ、全部で何色だろうな。10色ぐらいあるのかな。これ使った試しないですね。一度もこの色使ったことないです。まあいいや。で、電源ボタンを押します。一回押すと1時間。1時間後に、止まる。で、こう、出てます、今。見えますかね。ね。うん。見えますでしょうか。で、2回目押すと、3時間。3時間で止まる。で、次にもう一回押すと、6時間で止まる。で、次に、押すと、常にオン。ずーっとこの水がなくなるまで。水がなくなったら勝手にこれ自動で止まるんで。うん。で、もう一つ、これ裏技があって、裏技ではないんですけど、常にオンになってる状態で長押しすると、これ2回ピーピーってなるんです。これ何かっていうと、20秒を、出した後に10秒を出さない。20秒を出して10秒休憩みたいな。それを、ひたすら繰り返す。という機能があって、俺基本的にこれしか使わないんですよ。うん。それしか使わない。
20秒オンと10秒オフを繰り返す。で、もう一回押すと、電源がオフになる。っていうことですね。で、まあ、これは、超音波の振動で、水を細かく砕き、霧化する。つまり、加熱して、水蒸気を出してるんじゃないんですよ。最近の、加湿器はもう大体これなんですよね。そっちの方がはるかに、電気代が安い。はるかに、電気代が安い。で、注意なのが、冬です。乾燥する冬なんですけど、これが一番クソなんですけど、これをね、加湿器をね、つけとくとね、この周りとかね、ここら辺の周辺のね、地面のあたり、カーペットあたりが全部びっちゃびちゃになります。びっちゃびちゃです。もはや血管ですね。血管っていうのかな？何なんだろうな。結局、水蒸気っていうのは、空気より重いんで、まあ、水ですからね。細かい水ですから。だから、出て、下がってきて、で、その地面がびっちゃびちゃになる。これは買って失敗ですね。完全に。まあ、1年、使って、もうちょっとでもう、あと1週間が2週間で1年経つところだったんですけど、ギリギリ死んでくれて助かった。まあ一応返品っていうかなんかくれましたね、これ。だから返品とか交換とかでじゃなくて、もう新しいの送ってきてくれました、ね。対応は非常にいいんですけどね。対応は非常にいいんですけど、ぶっちゃけこの商品としては、欠陥かなと。いう感じでしょうかね。で、その、周りがびちゃびちゃになったことによってですね、カビが生えます。その近くで、カビがね、発生しておりますね。はい。なので、あんまり、これは買わない方がいいです。はっきり言って。少なくとも。まあ、でも難しいっすね。だからもうちょっとこう、これがさ、ブワーって本当にブワーって出るんだったら、いいんですけど、高さ的には、50センチぐらいしか、高さいかないですよ、こんぐらいしか高さがこう、煙の高さ。50センチぐらいかな。で、その50センチを境に、こう、下にブワーって戻ってきて、下に降り注ぐんですね。まさにクロノトリガーのラボスのように、ね。降り注ぐものが、なんだっけ、すべてを滅ぼすだっけ。冬は特にほら、結露しやすいでしょ？だから、もうここの地面の周りとかだけじゃなくて、この本体自体もびっちゃびちゃになるんです。で、おそらく故障した原因は、そのびちゃびちゃになったことによって、これが垂れてきて、で、ここのスイッチの部分に、入っちゃって、で、ここがやっぱ、水で、なんかね、機械って水がダメじゃないですか。だからそれでぶっ壊れたんちゃうかな。ほとんどあれですね。自分の機能で自分でぶっ壊してるみたいな感じ。自分でぶっ壊れてるわ、こいつ、みたいな。まあ、感じなんですよね。まあ、なので、皆さんが買わない方がいいです。
これは。値段が安かった。2000円ぐらいだったかな。アマゾンでね、2000円ぐらいで買えるんですよ。アマゾンでね、2000円ぐらいで買えるんですよ。これなんだこれ。貸し付き。これ実際貸し付きっつうかね、貸し付きじゃないんですよ、これ。アロマディフューザーってやつなんですね。だから、本来はこれ使うのは、加湿のために使うんじゃなくて、香りの、この、こういう、あれを入れる用で、香りをその出すのが、まあ、主な、あれなんですよね。今現在の価格が2299円です。約2300円。で、アマゾンで531件のカスタマーレビューがあり、そのうち、3.8 星です。だから、まあ、まあ、いいはいいんですけど。いいはいいんだ。いいっていうその評価の方が多いんですけど。これ後で俺が一つ星にしときます。うん。俺が後で一つ星に、レビューしときますんで。これみんな買わない方がいいです。間違いなく。うん。まあ、買うんだったら、これ以外。これ意外とこの横幅がでかいんで、邪魔くさいんですよ。うん。それもあるし、って感じっすね。うん。まあ、2000円以下のやつ、今、アマゾンで一番、人気の、加湿器の1位のランキングの、これなんだ？うん、やつがあるんですけど、それ買った方がいいと思います。値段が今1683円ですね。うん。それが非常にスリムなやつなんで、こっち買った方がいいんじゃないかなと思いますね。これメーカーがジョイハウスっていうメーカーの、方がいいとは思います。うん。って感じっすね。まあ、実際俺それ試したことないから、いいかどうかって言っても知らんけどな。まあ、少なくともこれはちょっと作って、制作者は頭おかしい。とにかく。加湿器っていうのはそもそも、冬に使うもんなのに、冬に使ったらその周りがびっちゃびちゃになるっていう意味がわからない。バカ。制作者はバカです。対応は良かったですよ、確かに。1年未満で壊れましたけど、まあでも1年未満で壊れるっていう時点でもうおかしいとは思いますけどね。うん。少なくとも。うん。まあだから、これは買わない方がいいっていうことで。こちら、カイドが一つ星。二度と買わねえ。ご視聴ありがとうございました。